はい、ジェイコムです。今日はですね、昼間病院でね CT スキャンとか受けてきて、まあ、CT の時にね、まあ、ジェル、まあ、CT は大丈夫だと思うんですけど、まあ、こういうねジェルっていうかそのネイルケアとかあんまりやしないでくださいみたいなことが書いてあったんですよ。まあ、主にはね MRI とかの方だとは思うんですけど、なのでね一応ネイルはねオフして今日は行ったんですけど、あの今ねお風呂入って上がってきたので、今日の今週のねネイルケアっていうのをやっていこうと思います。ということで行ってみましょう。はい、でね今からネイルケアやっていくんですけど、まあこの間ね動画撮った時よりいろいろとね道具が増えたんですよ。なのでちょっとそれだけ紹介しようかなと思います。まあこれはね前回使ったトップコートなんですけど、それとねあと同じメーカーのやつでベースコートを買いました。あの前にね奥さんからあのディオールのねやつ借りてたんですけど、あれ1本5000円ぐらいするんですよね。なんか恐れ多いなと。もっと雑に使えるやつ、失敗したら拭き直したりとかしてね、雑に使えるやつを欲しいと思ってあの自分用のやつを買いました。はい、でそれとあとねこんなやつ買いましたね。これ玉川の処理オイルインキューティクルプッシャーペンって書いてありますけど、あの玉川をねこの部分ですよ、この爪のねこの先っぽにある玉川っていう部分を、ここね先がセラミックになってるんですけど、そこのここのペンの中からねオイルが染み出していて、であの柔らかくしながらねこの玉川を押したりとかすること、玉川を押したりあと除去することがねできると。ちょっと見えるかな、ここでね今ちょっと触りましたけどオイルがつくんですよ。まあそういうものですね。これがね意外と良かったですね。ね微妙に玉川っぽいのが、これ違うか、これね、まあ1週間ぐらいすると結構ね玉川っていうの出てくるんですよ、爪のねここのところに。でそれをこれでねクリクリクリってやりながらやると、その玉川の下にねこの上に出てるやつと下にあるやつがねあのペリッとめくれるんですよね。綺麗にめくれて結構いいなっていう感じがしました。使いやすいしね、うん、なかなか良かったですこれ。はい、まあこれはねあとはあの前回買ったあのネイルオイルですね。これは指先をね潤すってやつ。あとねもう一個これ買ったんですけど、このやつねガラスのこれね、あのガラス製の爪やすり、こうやってね削るやつなんですけど、これがね正直微妙だった。なんかね、うん、このやすりって普通のやすりって全体的にザラザラしてるんですけど、これなんかね粒々がねこのガラスに印字ってわけじゃないけどそういう風にされてるっぽくて、でなんか隙間が多いんですよね。なんでいまいち使い勝手が悪い。まあ硬いのはいいんですけど、いまいち使い勝手は悪かったなっていう感じがしましたね。うん、あんまりガラス製は良くないのかもな。はい、まあ、っていう感じでちょいちょいとねネイルグッズっていうのを集めていて、綺麗にね爪をしていこうかなと思います。まあもうちょっとっていうかね、まあ、またねあの爪が全体的にうん、微妙ってなってきたら、そしたらまたネイリストさんにねあのお願いしに行こうかなとかちょっと思ったりとかしてます。なんか前回ねあの実際にネイリストさんにやってもらった時の動画をその担当してくれたねネイリストさんが見てくださって、自宅でねセルフでケアするんだったらこういうベースコートだけでいいですよみたいな感じで言われて、なんかアドバイスもらったりとかいろいろしたんですよ。あとは結構ねささくれが出るんですけど、ささくれの部分はあのニッパーとかね、あとニッパーしこういうね爪切りとかでむしるんじゃなくて爪切りとかで切ってね、うん、でその後にこういうオイルとかをつけるといいですよっていう風なねアドバイスもらえたりとかしたんで、
いや、ありがたいなと思います。はい、まあ、ただね、せっかくね、これ買ったんで使っていこうかな。これが終わるまではね、うん、このトップコートっていうのを塗っていこうかなと思います。はい、っていう感じで今日はね、もう雨川とかはね、取ったんで、取ったけどなんか出てきてんな、また。この辺とかね。なんかこういう風にね、くるくるくるってやると、こう見えるかな。こう。ね、微妙にね、取れるんですよね。うん。まあ、こういうのを、まあ、一回で全部取りきれなくてもね、毎週続けていけば、綺麗になるでしょうという感じですね。まあいいや。まあ一回やったんでね、あんまりやりすぎるのも良くないかなと。で、じゃあまたね、また脱脂をして、アルコールで爪の上を脱脂して、ケアしていきたいと思います。でね、前回からちょっとねアップデートがあるんですよ。僕のね塗り方のアップデートっていうかね、いろんな人のネイルケアとか、この塗り方をね、ベースコートとかトップコートの塗り方っていうのを動画見まくりまして、うん、ちょっとねアップデートがあるんですよ。でやり方っていうのは全部ね、こうやって両方の刷毛をね、刷毛の両方から、まあ、プラモデルとかの塗料とか接着剤とかと同じような感じで、でなるべく塗らないような感じでこうやってねこそぎ落としてたんですよ。そうじゃなくて、これでペチョってつけたら片方だけシューッと取って、でこっち側の上に乗っかってる部分をこうやってねつけてシュッと引くと、ゆっくりやらないで、まあ早めにね、シュッとやるという感じでやると、綺麗に塗れますよと。綺麗に塗れてるでしょ？うん。これをね、ちょっとね、まあ一回前回ね、なんていうの、端っこの方が剥がれてきちゃって、で、この親指塗り直したんですよね。で、そしたら、で、その時にいろいろと調べたらね、そういうふうなことを言われてて、参考にしてやってみたらかなりうまくいきましたよっていう感じでしたね。なんかコットンがね、このコットンね、なんか毛羽立つんですよね。僕の指がささくれ立ってるからなのかもわかんないですけど、そのコットンがついちゃうと埃みたいなのが固まっちゃうと。はい、相当進歩したんじゃないですか、この塗りが。うん、結構進歩したような気がします。はい、まあこんな感じでね、ちょっとしっかりとこっち乾かしてからね塗った方がいいらしくて、まあもちろんなんですけど、塗った後に直後にこれ塗っちゃうとね溶けちゃうらしいので、あといろんなところ触るとね、ここにせっかく綺麗に塗ったのがボコボコ、表面がボコボコになっちゃったりとかするんでね、一回乾かして、でそしたらね続きをやっていこうと思います。はい、皆さんもねちょっと、まあ、ネイルケアね自分でやり始めるとかなり面白いので、ぜひね試してみるといいんじゃないかなと思います。ちょっとここ塗りすぎちゃったけどね、はい、まあ、こんな感じで今週は終わりにしたいと思います。これね、
終わった後ね、いろんなもの触れなくて結構大変なんですよね、うん、もうちょっとなんか すごいすぐ乾くような方法が欲しい。はい、という感じでバイ。